大城さん出ていかんよな、マジで。大城さん出ていかんよな。大城さん、マジで出ていかんよな。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、この優勝争いをしてる最中にですね、巨人の大城選手が、まあ、FA 権、国内 FA 権を取得したというところで、ちょっとね、それについて、まあ、お話していきたいなっていうふうに思ってます。まあ、この前もね、まあ、その旨の動画は出したことあったんで、ちょっと、まあ、あれなんですけど、僕は出て行ってほしくないんですね。前の動画でも言ったかもしれないですけど、ジャイアンツにいるのが一番いいんじゃないか。まあ、本人もね、チームにとっても、どっちにとっても、まあ、いるっていうのがね、いいんじゃないかなって僕思ってるんですね。で、ちょっと本題入る前に、ちょっと宣伝させてください。何回もすいません。本当にね、この小山翔平ベースボールチャンネル、マジで自分では本当に自信持って、コンテンツ毎日出してますと。試合解説にしても、こういう解説にしても、本当にね、他の YouTuber に負けないぐらいの、コンテンツを僕出してると自負しております。はい、その中でですね、2024年中、今年中にですね、チャンネル登録者数5万人。500人違うよ。5万人をね、マジで今目指してまして、で、その行った暁にはですね、ジャイアンツの選手をこのチャンネルに読んで、対談とか、なんか、あの試合どうでしたかとか、もしかしたらプライベートのこととか、話したいんですよ。で、まあ、ジャイアンツの選手読んだりするのって、正直、厳しいんですよ。実際言うと、球団通したりしないといけないんで、まあ、いろいろね、めんどくさいことはあるんですけども、やっぱり本当にね、このチャンネル見てる人たちには楽しんでもらいたいし、僕も、ちょっと出てほしいなっていう気持ちがあるんで、まだチャンネル登録者、チャンネル登録してない人であったりとか、そういった人は、もう今すぐ登録して、今すぐ登録してください。よろしくお願いします。登録と高評価ボタンを押してくれたらね、すごく嬉しいと思いますし、絶対ね、5万人いけると思いますんで、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、じゃあ本題に入っていきますけども、まあ、国内 FA 権を取得しましたと。大城選手ね。で、まあ、コメントもね、まあ、その、監督ですよね。高橋監督、原監督、安倍監督、まあ、いろんな監督に、まあ、出会ってきましたけども、まあ、やっぱりその人たちにね、やっぱ感謝したいみたいな感じのね、コメントを出されてまして、まあ、国内 FA 権を、まあ、行使しないとかね、行使するといったね、ことは、明言はね、避けまして、まあ、チームも優勝争いしてるというところでね、まあ、そういったことはね、ちょっとこう、あまりこう、言う時期でもないかなっていうところで、多分控え、だと思うんですね。で、まあそういったところで、まあこれからね、どういう風な形で、まあ本人がね、決断していくかわからないですけども、僕の意見としては、残った方がいいんじゃない？チームのためにも、本人のためにも残った方がいいんじゃない？まあ出たらね、お金とか結構もっと上がるかもしれないけども、まあそこは、まあ本人の決断次第ですけども、僕はそういう風に思ってます。はい、ですね、まあ改めて、FA 権の、まあ、ちょっとややこしいんでね、説明というか、あれがめんどくさいんで、一応ね、簡単におさらいしていくと、ランク付けっていうものがあって、そのチーム内の、その、年俸の順番ですよね。順番で、例えば1番から、1番もらってる人、2番目、3番目までの人は、ランク A。で、4番目から10番目の人が、ランク B。で、11番目以降、11番より下の人がランク C というふうにね、ランク付けされるんですね。FN 権の場合はね。で、まあ、ランク A、ランク B、ランク C によって、人的保障があったりとかなかったりとかいうふうにしまして、いろいろありまして。で、もう、大城さんの場合だけを言うと、大城さんは、ランクで言うと B になるんですね。年俸が1億3000万。僕安いと思いますけどね。非常に、まあ、安いと思いますけども、まあ、巨人の中で6番目というところに位置してますんで、先ほど言ったようにランクの B になるわけですよね。で、ランクの B になるというところは、まあ、人的保障があるんですね。A と B は人的保障がありなんですよ。ただ、
人的保障をするか、人的保障がありなのか、なしなのか、どっちも選べることができるんですね。で、B の場合はですね、人的保障なしの場合、人的保障なかった場合は、1億3000万のかける 0.6 倍を支払わなければいけないっていうところになってるんですね。だから、人的保障のなしの場合はですね、7800万円を、まあ、行った球団がね、支払わなければいけない。ただ、人的保障がありの場合はですね、1億3000万かける 0.4 の値段プラス、人的保障1名というふうになってます。ということは、人的保障ありですと、5200万円プラス人的保障というふうになっております。まあ、どちらを取るかはわからないですし、まあ、そもそも FA 権を行使するのかどうかっていうのもわからないですけども、まあ、そういった決まりがあるということは皆さん覚えておいてください。はい。まあ、ランク B というところですね。うん。で、今年、まあ、めちゃくちゃいい調子、今調子ね、よく来てますけども、間違いなくね、ピッチャーの力っていうのもありますし、打線の力もありますけども、僕、キャッチャーの力ってやっぱ大きいんちゃうかなとも思ってるんですね。で、今現状、ジャイアンツっていうのは、小林、岸田、大城と、この3人のキャッチャーで回してますよね。で、その、まあ、いわゆるちょっと一昔前、まあ、古田さんであったりとかね、城島選手であったりとか、矢野選手とかね、そういった、まあ、安倍選手、安倍監督もそうですけども、いた時代っていうのは、キャッチャーっていうのは一人で務め上げるのが、まあ、普通だよねというか、強いチームは一人しかいないよね、みたいな時代がありました。ただ、ここ最近、近代野球を見てますとね、大体チーム、二人ぐらいでね、回してるチームが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。その上で、今年に関しては、小林捕手は、まあ、菅野さんの時にね、被ることが多いですし、まあ、大城さんの時もね、そうですし、まあ、岸田選手もそうですけども、まあ、その、ピッチャーによって結構変えたりとかね、まあ、打線のね、厚み、なんかもありますから、まあそういった兼ね合いでね、結構いろいろ3人をね、併用してるっていうところがあると思います。まあどこのチームもね、結構最近それが主流になってきてて、まあそのメリットとしてはね、やっぱり配球が変わったりとかね、やっぱり相手チームが考えさせられるっていうところが結構あるんちゃうかなというふうに思ってるんで、まあそういった意味で、まあ巨人の今のね、3人、キャッチャーを起用してますけども、非常に、いいんじゃないか。と思います。まあ、一昔前で言ったら、一人の圧倒的なキャッチャーがいないから、そういうことになってるんだ、みたいな、批判の声もあったりするかもしれないんですけども、まあ、そういったね、まあ、ピッチャーも、先発完投からですね、分業制になったように、キャッチャーも少し分業制になってきてるのかなというふうに思うので、まあ、それはね、時代の流れとしては、僕はいいんじゃないかなって思ってるんですね。で、その中で、まあ、大城さんの成績見てる、行くとですね、まあ、85試合出てました。出てまして、今現状でね。まあ、2割5分9厘、3ホームラン、25打点、OPS694 というふうになってます。まあ、これ見ると、まあ、ちょっとまだ物足りないんじゃないっていうふうに思うかもしれないけども、まあ、ここ最近ね、特にファームに落ちて、もう一回再昇格してからはですね、非常に状態上がってきてるというのはありますし、今現状ね、まあ、5番であったりとか、まあ、昨日は6番ですかね。6番というところで、しっかり、やってたり、昨日はあれですか。うん、やったりとかありますけども、6番かな。6番っていうのはありますけども、非常に、まあ、岡本選手の後ろであったりとか、まあ、最近言ったらモンテスの後ろなんかをね、打ってて、まあ、非常に状態もいいというところがあるので、まあ、やはり大城さんはね、バッティングというところが強みありますから、そういったところで、非常にね、大城、岸田、小林、ここね、ここに、すごく強みをね、活かしながら、チームに貢献できてるんじゃないかなというふうに思うので、僕はね、大城さんが、まあ、FA 権を行使するかしないかっていうのはちょっとわからないですけども、まあ、もし行使したとしても、まあ、行使しなかったとしても、非常に、ジャイアンツというチームにしては、めちゃくちゃプラス、というか、出てってほしくないと思うし、で、もし行使したとしたら、まあ多分、まあソフトバンクとかね、結構言われてましたけども、ソフトバンクもまあ甲斐さんが今年結構ね、活躍してたりとかするんで、僕は取らないかなというふうに思うし、もしかしたらセリーグで言ったら阪神なんかもね、なんか手を挙げそうな感じはありますけども、巨人から阪神に行くのはちょっとね、本当になんか、なんとなく気持ち的にもやめてもらいたいし、まあ、梅野、坂本っていうところもね、ちょっとこう、
どうなのかなっていうところもありますから、まあ、大城さんが FA 権行使するよっていうふうに言った場合、まあ、結構多くの球団がね、手を挙げていくんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、僕の意見としては、まあ、手を挙げてほしくないと思うし、まあ、ジャイアンツというチームのね、ことを考えても、行ってほしくないだろうなという、皆さんもね、そういうふうに思ってるだろうし、また来年ね、岸田選手が正捕手になるのか、大城さんがもう一回阻止するのか、小林さんが頑張るのか、それはちょっとわからないですけども、まあそういったところで来年ね、もう一回こう、キャッチャーを鍛え直してね、キャッチャーの技術であったりとか、キャッチャーというところを鍛え直して、もう一回ね、みんなで争いながら、チームを強くして、来年も頑張ってもらいたいなというふうなね、思いは僕持ってます。はい、そんな感じでね、今日は FA 権についてお話ししていきましたけども、最後にもう一回宣伝させてください。何回も言いますけども、今年中にね、チャンネル登録者数5万人目指しておりまして、もしかしたらね、5万人達成したら、大城さんをこのチャンネルに呼ぶみたいなこともね、もしかしたらあるかもしれないんで、そういったところで、行った暁にはですね、皆さんにアンケート取ってね、どの選手を呼んでもらいたいかみたいなこともね、呼んでほしいかみたいなところもね、アンケート取りながらね、やっていきたいというふうに思ってますんで、ぜひね、チャンネル登録と高評価ボタンをね、押してもらえればね、すごく嬉しいと思いますし、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。Thank you.